皆さんこんにちは、いぬぷんチャンネルいぬぷんです。はい、チャンネル登録、そして各種 SNS のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。はい、本日の動画はですね、いつもね、アニメ関係の動画多いんですけども、ゲーム関係のね、ちょっとお話をね、していきたいなと思います。はい、で、その内容がですね、こちらね、PlayStation Portal ということでね、PS5 がリモートプレイできる、そういったね、機器が登場するということで、それについてね、ちょっとお話をしていきたいなと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。で、ちょっと記事の方はね、このファミツー .com さんの方からね、ちょっとお借りしてね、お話ししていきたいと思うんですけども、PlayStation Portal リモートプレイヤーということで、発売日が11月15日に決定で、予約がね、9月29日から受付開始するというものになってます。で、どんなものかというと、こういった形でね、ちょっと携帯できるようなね、端末ですね。はい。で、多分ですね、任天堂スイッチですかね。あれに対抗するような形で作ってきたものなんじゃないかなというふうにね、ちょっと個人的には思っています。はい。では、こちらね、簡単に概要がですね、こちら出てるんですけども、先ほど申し上げた通り、発売日が11月15日と。気になる価格はね、29,980 円税込み価格というふうになってまして、約3万円というものになってます。で、これに関してね、いぬぷん個人的なね、意見をね、言わせていただこうかなと思っております。で、これがですね、スイッチだと本体を買うと、もうそれがね、こう切り離せて、リモートプレイみたいな、外でもプレイできるような形にはなってると思うんですけども、こちらがですね、これどこだろうな。ここですね。はい。このね、PlayStationポータルを Wi-Fi 経由で PS5 本体に接続することで PS5 から PlayStation ポータルへとゲームプレイをそのまま引き継いで楽しめるようになっています。ということで PS5 本体ですね。据え置きのでかいやつ。あれがないと結局プレイできないらしいんですよ。で、ここに書いてあるようにね、PS5 のゲームをリビング以外の別の部屋で遊びたいといったね、状況で使えますよということですね。なんでね、スイッチあれはもうね、ポータル専用のやつもありますし、あとはね、据え置きタイプのやつでね、それも取り外して、ポータル、こういうリモートとしてね、使える形にはなってるんですけども、これはどうやらそういう形にはなってないんですよ。なので、これだけ買っても、プレイができないという形なんですよね。結局、PlayStation 5本体に飛んで、そこでのデータで遊ぶという形なんで、結局ね、両方持ってないとできないっていうことなんですよね。はい、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけどね。ぶっちゃけると、これからね、毒吐きますけど、これ意味あんのっていう気がしてるんですよ。私個人的に思うのは、これをやるんだったら、今の PlayStation 5の本体、2パターンあると思うんですけど、それをね、もうちょっと低価格でできる、モデルチェンジみたいな形でね、開発投資をして、で、それをね、多くの人にね、供給した方が、まだね、PlayStation 5にね、触れる機会がね、多くなるんじゃないかな、というふうには思ってるんですよ。皆さんね、記憶にあるとは思うんですけども、PS5 といえば、皆さんね、ご存知の通り、転売屋がね、いっぱい出てきていて、買い占めちゃってね、多くの人が買えなくなっちゃったと。プレイしたいんだけど、買えないと。いったようなね、事象でね。今はようやくね、供給の方が追いついて、どこでも、いつでも買えるというような状況だったと思うんですけども、そういった状況があって、世間的にはね、もう PS5 別にいらなくね、みたいな。パソコンでね、プレイできるもの、ソフトとかもね、やっぱ出てきたところもあって、もうなんか PS5 もうオワコンじゃないみたいなね、なんかそんなことをね、ちょっと前にね、言われてきた感じにはなってます。なので、そういった背景も踏まえて、多分ね、ソニーさんも転売屋の存在分かってるはずだと思うんですよ。分かってるはずなんですけど、ちょっとこれ戦略的にどうなのっていうのはね、個人的には思います。今ね、PS5 本体としても、6万とか5万とかね、するようなものなんで、もうちょっとね、それを安く抑える形で提供できれば、やっぱり今まで手が出なかった方でも PS5 をね、プレイできるという機会がね、増えると。で、それに伴ってね、ソフトとかもどんどん売れていく、新しいソフトもどんどん出てくるっていう流れになるんで、そっちの方向にね、持っていくべきだったんじゃないかなと思っています。リモートでね、できるって形なんですけども、今回ね、こういう専用機としてね、発売するわけなんですが、これね、スマートフォンで、皆さん、ソニーから出してる Xperia っていう端末ご存知ですか？で、Xperia って過去の端末でもそうだったんですけども、プレイステーションできるんですよ。私もね PS4 の時やったことあるんですけども、まあ、こんな感じで PlayStation のアプリが実は搭載されてまして、で今回のこの PS5 も PS4 もなんですけども Wi-Fi 接続してこの Xperia っていうね、スマートフォン端末ね、これでねプレイできるんですよ。でやり方としては、先ほどねお話ししたこちらのね端末と同じで結局 Wi-Fi を経由して、プレイするという形ですね。でしかもねこんな感じでね PlayStation のこのコントローラーをねつけてねプレイできるというようなものになってるんで、まあ Xperia 持ってる人だったら正直言うとこれいらないんですよね。はい。もうだから、まあ Xperia 高いんでね、10万超えだったとか今するんで、まあそれに対してこれだったらまあ3万円で買えるんでっていう意見もあるかと思うんですけども、わざわざこれを出す必要性がなぜあったのかなっていうのはね、ちょっとすごい疑問に感じました。繰り返しになっちゃうんですけども、本体を安くしてね、供給すべきだったんじゃないかなというふうには思っています。はい。ということで本日の動画は、ソニーさんからね、発売されるPlayStation Portalに関してね、ちょっと私の方で意見を述べさせていただきました。まあ、必ずしもね、私の意見が正しいっていうか、賛否両論あると思いますので、まあ、これをね、いいなと思う方も中にいらっしゃると思うんで、完全にそれをね、否定するわけではないことだけね、ご了承いただければなと思います。はい。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、各種 SNS のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。